さあここまで復活のインフィルトレーション、開幕置き技からの両断殺、フーハから攻めていく。さあオイルキングがこれを受けてどうするかですが、まずオイルキングのモードがどっちかですね、1か2か。そうですね、さあここで落とすがインフィルトレーション止まらない、刻んで、うお後ろにいる、いやー後ろからのしっかりとスタンドね、仕上がってんだ、倒しきり、お見事。さあむやみにはいかないですね、はい、オイルキングやはり様子見をしているか、2ですね、そうですね、モード2から来てますが、これはめくらない、表からの攻めになった、投げている、フーハから攻めたいですが、まあ、ジュリはやはりフーハ陣ためなきゃいけないので、はい、そこに対してプレッシャーをかけていくかと思いきや無理はしてないですね、オイルキング上、さあ綺麗に入った、大きなダメージとともに画面端、ここはオイルキングの、あっとそこを切り返していくか、打撃のインフィルトレーション、おー待て、これは面白いトリックプレイになった。さあジャンプ、前ジャンプからの透かし攻撃、裏か表か分からなかったが、そこはフーハからのスカシゲ第1戦、これで3、さあ人を食ったような柔軟性の高い動き、さあしかし投げは使っていた、まだあるオイルキング、前さ止めている、分からんぞ、さあ C は出なかったか、はい、しかし結果オーライイーグルスパイク、フォローは決まった、お見事、ゲージ使わず勝ったのはでかいですね、これね、そうですね、ミキサーから、C 行ってもよかったのかなというところですが、逆に功を奏しましたね、はい、上表だったが、ほうほうほう、さあその後の打撃が通っていた、なるほど、何もしないやつ、なんで XR には V リバーサル、白ゲージはあるが、さあインフィルトレーション、ここは引きますね、インフィルといえばやはり緩急、はい、押し引きが非常にうまいので、さあここは前ステップから投げて入れ替えるが、オイルキング前に出る、さあ両断殺、球を抜けてきた、そこからトリガー発動、さあ2択、こちらもトリガー発動して、さあ EX からのもう一発イーグルスパイク、最後の一発は何を持ってくるか、さあ、うわー、刻んで三角飛びと見せて大きく上に変化した、お見事、三角飛びに対応するだろうな読みでしたね、そうですね、上を取りました、うまいやつ専用、あ、いやー、これはやっぱりレベル高くなりましたね、高いですねこれは、まず馬殺し、さあインフィルトレーションが優先に進めていたんですが、ウィルキングが最後にいいプレーで切り返した。さあそしてなんかコメント見てたら YouTube のコメントにハメコが現れたっぽい、そんな流れがありましたが、見ていきましょう、ハメコさん来たのか、確認はできなかったが、画面端ウィルキング圧をかけますね、やっぱね、昔から見てる人間からすると今インフィルってどんぐらい強いんだっていうのは気になると思うんですよね、はい、しかもジュリなのかと、さあ中から上、三角飛びを見せながら前に出る、さあ X イーグルには前ステップからフーハを貯めるに関したが、そこは EX フーハ陣からトリガー発動、さあ天仙人からのこの間合いだが投げてから、ここも投げ、画面端は今度は呼んでいる、あしかし天仙人は出なかった、 C は打たない、それが命取り、お見事、ちょっと早い展開でインフィルトレーションがコンボミスをしたところを見逃しませんでしたね、すごいな、この最初に取ったことがどうなるかですよね、そうですね、やっぱりインフィルトレーションにもプレッシャーはかかっている、はい、さあ画面端、まあ、ラシードの画面端相当プレッシャーかかる、アンドオイルキングですからね、さあここも変化してくる、ミックス発動、守りは硬い、さあしかしこれはチェーンが入ってコンボを伸ばして
そこからの攻めになるが、うまくヒット確認はできている。さあ、加速値を貯めてからの攻め継続。ゲドもこついて、アウトワーズとイーグルスパイクからの画面足、もう一丁来た。これは三角からのイーグルからのミキサーで突っ込んでくる。展開が早い。いくつある、またもや三角飛びを縦横無尽。最後は前ジャンプ、これがめくっていた。お見事。はい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 、これはオイルキングか。これはオイルキングの、あのモードでいうと混ざってますね。ラウンドごとに変わってるような。3ですか、もしかして 1.5、ね、まさかの3減っちゃったよ1.5。 まあまあまあ、うまくミックスされているというか、はい、こんなに画面端をこう露骨に使うっていうのってあんまり見ないんですけど、画面端で三角飛びするかしないか、変化してもまあ画面端は維持したままからの前ジャンプとかってされると、さすがにインフィルも崩れましたね。これはもうじゃあ裏コード39でよろしいですか。そうですね、なるほど、39人の形を捨てに来たと。なるほど、捨てに来ましたね、いうことですね。まあ、そして、その中でひときわ光る行動として、はい、やっぱりテイクイーグルスパイク、飛んだ瞬間にすぐに下に落ちてくる、はい、足を出して落ちてくる、はい、テイクイーグルスパイクがすごい勢いで3発ぐらい決まったんですよ、はい、それがあるからこそこのふわっと浮いただけでインフィルトレーションは動かないでガードしようとする。だからああいう風に縦横無尽に三角飛びを使うことができたっていうからくりですね。またしても、うん、オイルキングの植え付け。なるほどね。そうですね。さあ、ここはインターバルを取ってからの3試合目になる。はい、やはりジュリで、まあ、そうですね、インフィルトレーションがこの展開で押されるという、さあ、想像だにしなかった2試合があってからの3試合目。もうキャラ変えられないですもんね。そうですね、もう変えられません。今回はジュリと共にということで、はい、さあ、このオイルキングに関して言うと立ち回りは静かなんですよね。ただ自分が攻めに、回った時にはかなりめちゃくちゃやってくると。特に上からの攻め方ですね、そこに注目していきたい。さあ、この動き、ただここはしっかり着地を取っていたインフィルトレーション、さすがに対応してくるか。さあ、簡単には風波は試させない。そうこうしてる間に体力差がついて、またもやこの動き、うん、さあ、入れ替わったが V リバスル、画面端はすぐに拒否していたオイルキング。インフィルトレーションはどうするか、体力差ある状況。ここはうまく立ち行きからコンボ一発つけて、さあ、ここは風波を食らってダウンしてしまうが、これもインフィルトレーションもね、三角飛びうまくとがめようとしてるんですが、噛み合っていない。ここまでいくつ、ここには両断殺、しっかり追撃まで入って、そっからの攻めはうまくつないでいる。ここは素晴らしい攻め継続が見えた。お見事。さあ、いきなりね、開幕の間合いで風波ためるのも勇気はいる行動なんですが、そのあたりは読み合っていくか。インフィルトレーション、さあ、ミキサー入って掴み始、ここは嫌な距離だが風波を当てて前ジャンプ。さあ、加速臭をかなりためますね。そして割り込み行動も見せる。ちょっとインフィルトレーションが展開を作り始めてきている。両断殺よく当たってますね。そうですね、キャンセル R に対して、まあ、弾抜けという形で使ってますが、ここは着地。さあ、そろそろオイルキングも黙ってないか。さあ、走って投げて画面端。さあ、ここですね、空投げを使ってきた。さあ、対応が見られる。インフィルトレーション、さあ、 V リボガリの形になるからの XR、 今度はめくり変幻自在の画面端の攻めになるが、インフィルトレーションはどうするか。空投げ、いや、空対空、そして投げているのはオイルキング。くー、さあ、リーチですね。さあ、これでリーチですね、その通り。さあ、インフィルトレーションも対応が見られ始めてきたんですが、ただそれをもってしても止まらないか、オイルキング。さあ、インフィルゲージをここで発射しました、はい、そうですね、 CA を使って体力リードを作ったまではいいんですが、ゲージがない状況なんで切り返しの一手はありません、この状況。
さあ前ジャンプ、しかし落としてよくガードした、うん、シフトブレイク、はい、さあ EX イーグル見ていたか、さあここからシフト狩り強い、さあそして低空イーグルからミキサー、ここには V シフトブレイク、さあどうする、嫌な流れになってきた、さあせっかくこの2回当ててますから、このブレイク分のダメージは取りたいですよね。そうですね、白ゲージしかし回復し始めているオイルキング、ただこれをうまくタッチキック合わせてきた、天仙人から攻め継続、上は空対空、しかしイーグル、さあここでもシフトを使っていくインフィルトレーション、投げ入って投げ一発圏内、どうするか、うわー、ここでもテイクル、さあ追撃は入らずだが、小足を伸ばしてオイルキングが3対0、マジか、さあスピードスターはオイルキングだったというところでしょう、さあオイルキング、そうですか、エンジンオイル変えてましたねこれね、